東京都はホテルなどで用意される備品、いわゆるアメニティについてリサイクルなどの資源利用を進めるため関係団体と連携する協定を結びました。使い捨て文化というのではなく、これからも必要なところは効率よくリサイクルを進めていく循環型経済、循環型社会というのを皆様方と連携しながら作っていきたいというふうに考えております。東京都が関係団体と結んだ協定はホテルの備品のリユース・再利用やリサイクル・再資源化など 3R を推進することを目的としていて、ヘアブラシや歯ブラシなどの使い捨てのプラスチック製品を減らすことやリサイクル材を使って製造することなどを進めていきます。今後団体側は年度ごとにこの事業の進捗状況や実績についてまとめ東京都に報告するということです。